エコ三重士が挑んだのは、海岸に打ち寄せるプラスチックごみを利用して生活排水をろ過する装置の開発です。今まで測った中ではこれぐらい出ました。世界中で問題になっている海洋プラスチックごみ、海岸をきれいにして水もきれいにする、まさに一石二鳥の装置。亀の鼻にストローが刺さっていて、とても痛そうだったので思う、ところはあります。より多くの汚れが吸着できるように、できるだけ細かくプラスチックを砕いて表面積を大きくするなど試行錯誤が続きます。海洋ゴミのプラスチック全般をきれいにできるっていう装置を作りたいです。海の環境を守るろ過装置を携えて、いざ本番。魚津工業高校情報環境科エコ三重士の皆さんです。どうぞ。さあ、準備はよろしいですか？はい、制限時間は15分です。2分前と1分前にチャイムが鳴りますので、目安にしてください。それではプレゼンスタートです。気をつけれ。これから海洋プラスチックを利活用した水処理技術プラステクトについて発表を行います。プラスチックの研究開発は植物から作られた七連モノマーから始まりました。そこからいろいろな研究者が研究を重ね、石油をもとにした高分子化を行い、さまざまなプラスチックが作られました。日本では130種類以上のプラスチックが登録されていて、私たちの身の回りになくてはならない素材になっています。また最近では新型コロナウイルス感染症拡大防止のための簡易包装や医療用プラスチック材料が増加しています。日本ではプラスチックは分別回収していますが、それでも年間に800万トン川から海に流れ込んでいます。さて、この800万トンという数はどれくらいだと思いますか？なんとジャンボジェット機5万機に相当します。またマイクロプラスチックという5ミリメートル以下のプラスチックの取り込みによる人体海洋生物または人体への悪影響が問題視されています。驚くべきことに、富山県内の海洋ごみは約8割が県内から流出していることが明らかとなりました。そこで日本ではプラスチックごみの削減に向けた取り組みとしてこれらのことを行っています。プラスチックごみのリサイクルはこれらのようになっております。ここで注目してもらいたいのは、固形燃料として利用されるサーマルリサイクル、単純焼却、埋め立てになります。燃焼による処理が全体の約7割を占めているほか、埋め立てによる処理が約1割存在していることが明らかとなりました。パリ協定で日本では2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標としていますが、これだけで達成できるのか疑問に思いました。そこで私たちはサーマルリサイクル以外に活用方法はないか、プラスチックごみの新しい活用方法はないかと考え、そこで本研究をプラスチックごみを
凝集剤として利用し、汚れた水をきれいにすことを目的としました。研究計画はこれらになります。本日は時間の都合上、オレンジで示された部分について説明を行います。試薬の説明を行います。補助剤として、カチオン性界面活性剤の CTAB、BAC、BAC は手指消毒用のアルコールに含まれる成分となっております。凝集剤として、ベントナイト、汚染水としてメチルオレンジを使用しました。プラスチック材料について説明を行います。発泡スチロールのポリスチレン、ストローのポリプロピレン、レジ袋のポリエチレン、ペットボトルのポリエチレンテレフタラートを凝集剤として使用しました。次に結果考察に移ります。まずはじめに漂着物調査を行った結果を行った説明を行います。調査方法は NPEC の手法を参考に行いました。漂着物を8種類に分類し、重量及び個数を測定しました。調査ポイントは片貝川河口周辺になります。8種類に分類した結果、プラスチック類、紙類、発泡スチロール類が多いことが分かりました。こちらにマイクロプラスチックの個数を測定した結果を示します。波打ち際の個数を測定した結果、4個見つかることができました。今話題となっているマイクロプラスチックを身近なところで確認することができました。皆さん、海洋ごみはこんなにもたくさん落ちています。これらを資源に変えることができれば面白いと思いませんか？そこで私たちはこのプラスチックを凝集剤として利用することにしました。そこでまずはじめに土の成分であるベントナイトを使い、吸着モデル実験を行いました。以下、メチルオレンジを汚染水のモデル、凝集剤としてベントナイト、補助剤として CTAB を用いり、これらを汚れを吸着させる材料として使いました。こちらに吸着モデル実験の結果を示します。こちらの割合は CTAB 対ベントナイトとなっています。この赤枠で示された 5:5 の割合が最も上澄み液が透明になり、メチルオレンジをベントナイトにメチルオレンジが吸着し、沈降したことが分かります。こちらは上澄み液の色の濃さを測定した結果となります。曲線が高ければ高いほど色が濃いことを表しています。この黒色の曲線はメチルオレンジ単独の色を表しています。青色の曲線は吸収が低いことからメチルオレンジを吸着除去できたことが分かりました。これらの結果から私たちはベントナイト凝集剤を発泡スチロールに変え、吸着実験を行いました。こちらは発泡スチロールの吸着実験の様子になります。こちらは全量 400ml で行いました。ベントナイトの最適条件をもとに、吸着実験を行った結果、吸着除去をすることができませんでした。そこで私たちは最適条件を求めることにしました。その結果、この赤枠で示された割合でメチルオレンジの吸着除去に成功しました。私たちは発泡スチロールを使っての吸着除去に成功しました。では皆さん、発泡スチロール以外にどのようなプラスチックを思い浮かべますか？私たちは発泡スチロール以外にストローやペットボトルを使って吸着実験を行いました。見てください。吸着実験を行った後はの露液は無色透明に近づき、プラスチックは黄色くなっていることから、メチルオレンジを吸着除去できたことが分かりました。そこでこのメチルオレンジの除去率を算出した結果、ポリエチレン以外は
90% 以上メチオレンジの除去ができていることが分かりました。私たちはこれまでの結果よりプラスチック材料を使って汚れを落とせることが分かりました。では皆さん、なぜプラスチック材料を使って汚れが落とせるのか気になりませんか。私たちは次のようなメカニズムで汚れが落ちるのだと考えました。一般的に固体粒子の表面にはマイナスの電気を持っていることで知られています。そこにプラスの電気を持った界面活性剤が吸着します。配合比が最適条件に近づくにつれ、粒子表面の電荷が中和され、メチオレンジを水の中で安定できなくなった粒子がメチオレンジを取り込みながら沈降します。また界面活性剤が増えることで粒子表面がプラスの電気を帯び、粒子同士が反発し合うためメチオレンジを吸着除去できないと思い考えました。そこで固体粒子表面の電荷を測定した結果をこちらに示します。固体粒子表面の電荷をゼータ電位と言います。界面活性剤が増えていくとゼータ電位が高くなることから、粒子表面に界面活性剤が吸着していることが分かります。この青色のラインの3点を見てください。この3点はメチルオレンジを完全に除去できた範囲になります。また0ミリボルトに近いことから電子表面の電荷が中和され、メチオレンジを取り込みながら凝集沈降したのだと考えられました。これまでの結果から私たちは実際に回収した海洋プラスチックを用いての吸着実験を行いました。こちらは実際に回収した発泡スチロールになります。ポリスチレンの最適条件に当てはめて吸着実験を行った結果、プラスチックは黄色くなり、ろ液はメチルオレンジ単独よりも色が薄くなったことから、海洋プラスチックをマイクロプラスチック状に粉砕することでメチルオレンジの吸着除去が可能なことが分かりました。そこでこのメチルオレンジの除去率を算出した結果、約 80% メチルオレンジの除去ができていることが分かりました。私たちはこれまでの結果からプラスチック材料を使って汚れを落とせることが分かりました。私たちはプラスチック問題について多くの人に興味関心を持ってもらいたいと思っています。そこで私たちは多くの人に体験してもらえるような装置を作成しました。それはこちらになります。ものづくり教室や環境イベントなどで体験してもらえるような装置にしました。また見える化を意識することで見やすく作成しました。こちらにプラスチック材料を入れます。こちらに凝集剤、補助剤、汚染水のモデルであるメチルオレンジを入れ攪拌させます。処理水を見やすくするため別の層に移すことにしました。それでは実際に動かしてみたいと思います。今回は時間の都合上短縮した形でお見せしますが、実際は5分間以上攪拌させなければなりません。それでは処理水を見てもらいたいと思います。私たちは本研究を通して次のようなことを明らかにしました。プラスチックを利用した水処理技術に成功しました。その特徴として凝集剤にハイプラスチック、海洋プラスチックを用いり、その周りに補助剤としてカチオン性界面
界面活性剤を吸着させることで、凝集剤の表面電荷を中和し、染色排水の約 90% 水処理することができました。私たちはそこでこの水処理技術をプラスチック、アース、プロテクトから取り、プラステクトと名付けました。私たちはプラスチック問題、プラスチックの利用方法としてサーマルリサイクルだけではなく、このような利用方法を提案することで二酸化炭素の抑制につなげていきたいと思っています。本研究を行うにあたり多くの方々にご支援いただきました。ありがとうございました。本校は海に近く、プラスチック問題は大変身近な問題でした。最近はマイナスのイメージを持ちがちなプラスチックですが、必要な分野もあります。プラスチックとの新しい関わり方について考える必要があるのではないでしょうか。私たちの研究はプラスチックを使って水資源を豊かにする、ありそうでなかった研究だと思っています。学んだことを生かし、未来の暮らしをハッピーにするため、今後も研究を行っていきたいと思います。皆さんも with プラスチックとの関わり方について考えてみてはいかがでしょうか。これで発表を終わります。そして、魚津工業高校情報環境科エコ三重士の皆さんのプレゼンテーションでした。さあ、それでは審査員の方から、はい、お願いします。すいません、海洋に含まれるような汚染物質として、どういうものを想定しているかということなんですけど、そのメチルオレンジをモデルにしたのは、あれ色で識別しやすいからかなと思うのと、マイナスチャージ持ってるっていうような、そういうことかなと思うんですけれども、その例えば CTAB を使われてる、CTAB 自身もプラスチャージ持ってて、あれは直接凝集、そのプラスチックに結合するので、あれは除去できると。それから CTAB を使えばマイナスチャージを持ったようなああいうメチルオレンジも除去できると。それから組成性の高いダイオキシンみたいなやつも多分除去できるのかなと、いろんなことは考えられるんですけども、一番狙いとしているその汚染物質というのは、どういうものになるかというのを教えてください。マイク持って。最近になりますが、京都で染色排水が流れたということがありました。今回は、後染料、メチルオレンジは後染料というオレンジだったり赤だったり、そういうその類の色の吸着実験ができることが分かったため、この吸着染色排水は吸着除去できることが分かりました。まだ行っていないのですが、これからは油だったりそういうものも吸着できるのか試していきたいと思っています。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。確かに私もその、海水なり水の中には、例えば重金属とか、あるいはタンパクとか、あれ尿素とか、いろんなやっぱり嫌なものも入ってるんで、メチルオレンジが、吸着できたから成功っていうんじゃなくて、少し、せっかく吸着の機構をこう、少し勉強してるんで、あれを利用すると、他のチャージ、他の電荷のものも吸着するし、あるいは無電荷のものを吸着したり、いろいろできるんで、発展性がそこで出てくると思うんですね。でも一応ちょっと気になったのは、これ吸着してから、嫌なもの吸着してから、その後どうするんですか。一回実験を行ったプラスチックなのですが、連続で一度吸着除去したプラスチックをもう一度吸着除去することができましたので、これを続けて何回か続けた結果、吸着除去できたのが分かったのですが、最終的に世界ではプラスチックは燃やしてもいいという基準になっているため、最終的には燃やすことになるとは思います。だからやっぱり
焼却を最後にそのついた汚染物質とともに燃やしてしまうっていうコンセプトですよね。だからそうですね、結局そこのところは汚染物質が取れるっていうところが、売りだと思うんですけど、燃やして処理するところは結局同じところに行き着いてしまうような気がする、はい、で、どうぞどうぞ。行った研究では結局燃やすということにはなると思いますが、これからまた別の方法が別の方法で処理することができないか考えていきたいと思っています、うん、そうですよね。だからもっと発想を変えて、逆に吸着したものをもう一回取れればもう一回吸着できて何回も使うとか、あるいは もっと発想を変えて高分子を分解するような、まあ、今分解性の高分子とかあるんで、いろんな発想をしたらいいような気がします。でプラスチック工業界の会長はとかはもうプラスチックは悪者だって言われてるけど、そうじゃないんだって言ってるんで、ぜひ教えてやってください。その他いかがでしょうか。よろしいですか。はい、魚津工業高校情報環境科エコ30士の皆さんのプレゼンテーションでした。ありがとうございました。